こんばんは。かわいい、ありがとう。たい焼きもありがとう。結婚しても寒天もありがとう。お疲れ、ありがとう。こんばんは、中村舞です。タコもありがとう。お疲れ様。こんばんは、みんな。月曜日お疲れ、中村舞です。広島に帰りました。家です。ありがとう。今日もありがとうございます。久しぶりに感じる。インタビュー記事読んで、ありがとう。最近たくさんいっぱいいろいろと、そう、インタビュー記事がたくさん出てたりとか。そうなんですよ、見てくださってる皆さんありがとうございます。ありがとう。初見さんも。中村舞です。愛媛県出身です。かわいいもありがとう。ありがとう。身長の設置163です。ボム買ったよ、ありがとう。え、あのめっちゃボム本当に私もゲットしたんですけど、すごいね、ブワンっていっぱい、もういっぱい写真載ってて、ちょっと語彙力全然ないんですけど、本当にね、なんかちょっと自分で言うのはあれかもしれないんですけど、超良かったです。なんか自分で自分のことなんかあれなんですけど、あのすごい綺麗にあの撮っていただいてて、そう、すごい嬉しかったですね。大好き、ありがとうございます。なんかめっちゃでっかくね、バンって映ってるページがあって、もう顔バンみたいな、いいじゃんってなりました。いいね、ありがとうございます。たい焼きもありがとう。自分でね、そう見ていいじゃんってなりました。そう、次はヤングガンガンさんに出させていただきます。巻末で出るので、本当にたい焼きにありがとう。お姉ちゃんのドライヤー音がめっちゃ聞こえてくる。今日はお姉ちゃんに会いましたよ、久々に家帰って。なんか紫のやつありがとう。お姉ちゃんが誕生日プレゼントくれました。誕生日プレゼントプラス、なんかいろいろ最近おめでとうお祝いみたいな感じで、なんかプレゼントくれたんですよ、家帰ったら。かわいい、ありがとう。何くれたの？財布です。お財布、なんかさ、お財布ってさ、いっぱい買うもんじゃないからさ、そうで、私今お財布何年使ったんかな、今の5年6年5、6、5年ぐらい5、6年ぐらい
変えようかなって思います。新しくもらったので。形は二つ折りかな。ありがとう。財布持っとるよ。お財布持ってるんですけどね。そう、結構ね長いこと使ってて、小さい派なんで、そう。お財布持たない人いるの？キャッシュレスで持ってないんですか、みんな。持たない？でもいざ現金が必要になったら困るよね。持ってるよってみんな持ってるじゃん。現金派だよって。あ、カード入れ？あ、カード入れね。財布持ってる派の人の方が多かった。初めて白のお財布をもらったんですよ。白色、ホワイト、カラーが。なんかもったいなくて全然使えなくって、ちょっとそう。真っ白、うん、ちょっとなんかもったいなくて、めっちゃ可愛いので使いたいんですけど、そう、なんか汚れがね目立ちそう。珍しい白。そう、なんか今茶色使ったんよ。なんかね、今の財布ね、私配信で見せたことあるんけど、なんか渋いって言われたことあってさ渋いって言われたことがあります。これイルビゾンって、だからなんか渋いって言われてちっちゃいよね。確かに。お札と小銭どっちも入りますよ。ね、かわいいよね。イルビゾンって革のお財布です。チェキが入らない。みんな、お財布にチェキ入れる？この大きさ、いいよ、ちょうど。てか、なんかポッケとかにも入る大きさじゃない？小銭用じゃないよ、ちゃんとお札も入るんですよ。ほら、ちょっとレシート入ってるけど。ありがとうございます。チェキはチェキ入れ、持ち運ぶもんね。
自分の生写真はどうしてるの？全部親にあげてますね。お母さんかまお姉ちゃんですね。自分のグッズとかもしあれば全部あげますね。自分で持っててもあんまり自分のグッズを使うことがないので、なんかお母さんはタワレコだったかな、なんか行って買ったらなんかポスターが1枚もらえるみたいな、私のポスターが出なくて泣いてました。出ない。で、あの生写真あの入ってるじゃないですか。タイプ A には2枚入ってて、タイプ B には1枚入ってるんですけど、その生写真も私が1枚も出なかって泣いてました。出ない。ありがとうございます。でも確かに確率的にむずいよね。出ない？え、みんなもう出なかった？出ないよって人、出たよ、出なかった。出てない人結構いる。トレードしたいね。現場に行ったらみんなトレードする？周囲出ました。まあ確率的な問題でね。知り合いがくれる現場でね。本当にたい焼きありがとう。ポスターもね。目指せ地引き。この白いお花みたいなやつありがとうございます。インタビュー記事どれも読み応えあるね。なんか めちゃくちゃね本当にたくさん、本当にたくさん取材していただいて、いろんな、本当にいろんな方に、ありがたいです。めちゃくちゃ嬉しい。取材されて、いやなんかさ、いやね、なんだろう、取材はあれですね、一人だったらあれだけど、何人かで取材の時に、それではじゃあ誰々さんからどうぞってこう言われて、一人ずつ答えていくパターンだったらめっちゃ緊張する。みんな何言うの？みんなってなる。はい、ではこちらからどうぞみたいな感じだったら、
最初に言いたいけど、でも最初だと考える時間も欲しいから2話目ぐらいに言いたい。そう、だからなんかわちゃわちゃ対談系の取材とかだったら結構やりやすいです。みんなでクロストーク的な。センター最後が多い？そんなことないよ、並んでる順。普通に座って、なんか取材の日はまあなんか一日で終わらない時もあるんだけど、だいたいこの日が取材の日って日があって、その日にね全部ね一個一個ね、そうインタビューをねさせてもらうんですよ。そう、だからそう、その日一日いろんな、そうメディアさんに取材していただく日みたいなのがあって、大焼きありがとう。何話したくのか分からんくなりそう。でも話す言葉がうまくってなるときはあります。本当に私はボキャブラリーが少なくて、本当にあの文を作るのが下手なんですよ。なんか言いたいことはあるのに頭の中で組み立てるのが得意じゃなくって、あの文章とかにするのはすごいこう落ち着いてブログとかに書くのとかはあれなんですけど、その場で実際に発言するってなったらなんかうまくその場でパパパって文を組み立てるのが、まあ、うまくできないことが多くって、そうなんですよ、むずいよね。なんか答えてたよ。あー本当ですか。なんか落ち着いてこうやって自分で文字にまとめるとかいうのはできるんですけどね、時間があった時に。ありがとうございます。アズミンキャプテンは、いやわかるよ、本当に。なんだろう、言葉をさこうなんていうかな、伝える力っていうかすごいなって思います。でも私はなんか事前に言うことを決めておいたらそれ頭が真っ白になって何言うんだったっけとかなったりもするし、なんかなんていうのかな、あんまりなんかうまく伝えられなかったりするので、なんかライブの時は基本その場で感じたことを思いのままに言おうって決めてるんですけど、あのあんまりなんかこれは絶対言うみたいな、そこまで決めずに、なんかその時感じたことをそのまんまの気持ちをライブでは言いたいっていうのはすごいよく思うんですけど、そしたらうまくまとまんない。ありがとう。握手会行く側だったら事故るタイプ。でも私握手会に行くってなったらちゃんと話すこと考えるかも、さすがに。あでも分かんない、ニヤニヤして終わるかもしんない。
いや、多分、え、あのさ、握手会とかってさ、え、あ、なんかメモとかさ、持ってっちゃダメだっけ？置いてくださいって言われるっけ？持ってたらダメなのか。じゃあもう手に書くしかないね、こうなんか手の甲とかに手の甲に書いていくかも。ありがとう。あ、ね。ニヤニヤして終わりそうな未来が。確かに握手会だったら見れないね。そんな人いるって緊張、え、でもなんかみんな緊張してくれるの、なんか緊張してくれるっていう言い方はちょっと変かもしれないんだけど、なんかでもそれはすごく私に緊張してくれてるんだって気持ちになって、なんかちょっと愛おしい気持ちになるんですけど、あのそう、すごい忘れちゃったって感じの、もう全然忘れちゃったら忘れちゃったって言ってくれたら全然もう違う話をしましょうか、思い出すのを手伝いますよ。本当にありがとうございます。わ、タワーもらった、クルミナルさん、ありがくま。やばい、めっちゃくしゃみ出そう。出るな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 、ありがくま。クルミナルさん、ありがとう。くまさん、くまくま、くま、医学またはなんかね、昨日すっごい、すっごい剥がしの人がいたんですよ。あのレーンの複数レーンの時に、あのこう1レーン2レーンみたいな感じで3人と4人であったんだけど、その真ん中に剥がしみたいな人がいて、その人がすごいね、もうあのそボディーガードもうすごいあのムキってしてて、であの守りますみたいな感じの人がいたんですけど、そしたらあの私ね、レーンの一番最初にねいたんですよ。そのレーンの一番最初に握手する人だったんですけど、こうファンの方が来るじゃないですか。来たら私よりもそのセキュリティのその方の方にを見ながらすごい握手したそうな感じで、なんなら手を出してる人がいて、なんかしかも何人かいて、なんかみんななんかその剥がしの人と握手したそうな感じが、その方と握手してる人が結構いたんですよね。え、そうそうそう、なんか握手してもらったよ。割といるんだけど、なんかその人もレーンにいるみたいな、あのあれです、そう、千穂ちゃんの X 載ってた、千穂ちゃん写真撮ってたんだけど、どんな方かあの気になる方は千穂ちゃんの X 見てみてください。載ってます。
人気、ありがとうございます。みんななんか手伸ばしてた、手伸ばしてるのめっちゃ見たから私あれと思って本当ありがとう、コバもありがとうございます。守ってくれそうね。なんかすごいどっしり構えてる。ありがとう。愛媛、いや、わかんないけど。てか、ラストだね。愛媛でラストだよね、リリーベは。7月6日の。ケイビさん？ラゾーナ、わかんない。けど、初めてお会いしましたね。OJS48？ え、なんか懐かしい OJS っていう響きがもう。OJS48 懐かしいんだけど。え？めっちゃ懐かしいんだけど。なんか、あったね。OJS48 って。それは何？え、なんか警備の方ですよ。なんか、AKB さんの握手会。に参加してる頃、OJS48 っていう警備の方がこう背中に OJS48 って書いてあって、そう、なんか結構いらっしゃったイメージありますね。警備員の方？全国握手会か。元警官の方、あ、そうなんですか。そうなの。警察？元警察の人？なんか警察って聞くだけでなんかドキドキしますね。あの、いろんな意味で悪いことしてないけど、なんかパトカー見たらドキドキするのと一緒で、あのなんか、ああなんか捕まんないかなみたいな気持ちになります。なんか悪いことしてなくてもさ、ドキドキしたりしない？ありがとう。なんかパトカーとか警察の方がいらっしゃったら、あの、あえていっぱい見て、あの、渡ったりする、横断歩道とか、あの、いっぱい何もしてませんよみたいな、私いい子ですけど、いい人ですよって、あの、何もしてませんって、もうすごい、あの、ニコニコしながらめっちゃ見る。アピールしとく。職質されたことないな。ありがとうございます。
また明日って言われる。もうそんなんですか？そんな時間ですか？57分ですって。困りました。壇上呼びましょう。どん兵衛さん、たにたにさん、福太郎さん、きなぺこさん、福ちゃんまるさん、くまねパパさん、はじさん、 AKB48-0522 さん、よちゃん51さん、きゅうちゃんさん、考えなしさん、もとまちさん。1位はドルドドン、クルミナルさんでした。ありがとう。明日は火曜日です。火曜日だよ。え、明日めっちゃ雨って聞いた。みんな傘忘れずね。おやすみ。暑さと湿気に負けて除湿をつけました。本日初。おやすみなさい。また明日。おやすみ。Good night. Love you. Love you. 見てくれてありがとう。